またブログ？まあね。いつも何書いてんの？誰にも分かってもらえない心の孤独よ。ふん。見て見て、今度の彼氏。うわー、手前の方がよくね？あ、ピー組の岡本くんだ。目の保養になるし。入っていいな。誰か近くの本貸してくれないかな。よかったら。サンキュー。すごくない？やっぱ口聞いたじゃん。それで仲良くなったりして彼女にまたすんじゃね。ありえないし。陽子って妙に冷めてるよね。夢がないって言うか。現実的と言って、学年一のイケメンが私なんか相手にするわけないっしょ。確かに。何してんの？あ、いや、あの、これはそのなんかこんなこんなの？お前変わってんな。後で教科書返しに行くから。なんだって？お前変わってるな。うそ、マジ岡本いけんじゃない？ノーミゴ彼氏に。よ、いや、ありえないし。岡本くん、陽子のドストライクじゃん。え、うん、マジだ。なんで言ってんの？本当だ。うるさい。違うから、私は興味ないし。ふぅ、何ふぅ、何お姉ちゃんさえしなかったら、私は怖い目にも遭わなかったし。でも放火魔も捕まらなかったってことでしょ。やっぱりマキコ様、やることがダイナミックすぎる。大変大変、超大変。慌てないの。世の中に大変なことなんてそんなに起こるわけないんだから。楠木君、退学だって。リアルに？リアル。どうして？C級の女子妊娠させたんだって。他に3人も付き合ってて、ヘッチしたらすぐポイするので有名だったんだって。チャラだったんじゃん。よかったね、陽子別れて正解だよ。陽子もやり捨てだったんじゃね。うん。クスノキ、私の運全部お姉ちゃんに吸い取られたかと思ってたけど、たまに私にもいいことがあるんだね。うん。陽子、サンキュー、石狩さん。石狩さん、お前名前まで変わってんだな。はい。熊子。石狩熊子。
ダメだ。こうなったらさ、みんなでうちの間で勉強しな。いいね。今日は無理。え、陽子、最近付き合い悪くね？お姉ちゃんの運命の人調べなきゃ。運命の人？どんな人どんな人？素敵な人だろうね。うん、まあ今度の人はね。今度の人？お姉ちゃん趣味悪いっていうか、個性的な人が好きっていうか。おはよう、石狩くーま子。ちょっと、あたしの名前すごいじゃん、陽子。また岡本力に声かけられたし。陽子、石狩くま子って誰？お姉ちゃんのいたずら。何してんの？すいません。なんでこんなところに。いや、こんなとこって俺んちここ。嘘。今ポストの中覗いてなかった？クマ子。クマ子じゃない。クマ子だろ、石狩クマ子。あれはお姉ちゃんのいたずら。お前ほんとクマに似てるもんな、のろまそうなとこが。のろまって何してんの？別に。意味不明なやつ。いけないいけない、これは悪いこと。お前本当に諦めの悪いやつだな。え？好きなんだろ。え？吉川って人のこと。嘘だろ。ほんとだって、お姉ちゃんが吉川さんのこと好きなの。面白いな、お前の姉ちゃん。面白くない。で、お姉ちゃん追い出すためにあの人とくっつけようとしてるんだ。リアルにショックだし、全滅したし。吉川さんはお姉ちゃんが嫌いなことが好きなんだよね。困ってる子供たちや地球の未来や世界を良くすることを考えてる人なんだよね。お前の姉貴は？食べることと寝ることと綺麗になることしか考えてない。わかりやす。水と酒じゃん。水と油じゃなかったっけ？そうだよ。なんだよ。あんたってさ、普通だね。どういう意味だよ。学校じゃ近寄りがたいオラ出してるから話しかけにくいけど。悪かったよ。こんな顔してるもんね。してねえよ。してる。してません。してます。うっせえ、クマ子。クマ子じゃない。ブタ子。ブタ子ってどういうこと？ウマ子。ウマ子でもない。あ、大変だ、大事なこと忘れてた。なんだあいつ。中田陽子。はい。何するの？私の彼氏に手出さないで。彼氏？リクは私の彼氏なの。出ないの？出にくいんだけど。そう、出ないの。この後ね、昼合
子の俺やリズムも難しいんだよ。そうそう、ただ簡単だよ。高すぎる。そんな、いらないじゃん。よう、くまこ、元気か？普通。どうしちゃったの？せっかく岡本陸が話しかけてきた。もったいねえ。面倒なことに巻き込まれてる暇はないの。面倒なこと？昨日あいつの彼女って子にビンタされたし。え？岡本陸彼女いたんだ。うちの学校の子だよ。手出すなとかって。わけわかんない。マジ？それって岡本陸が陽子にマジだってことじゃね？そうか、そうだよ、奪っちゃえば。修羅場はもうたくさん。修羅場、その言葉陽子ほど似合わない人いないんすけど。陽子ちゃんのかいぐぐってきた修羅場半端じゃない。え、うるさいよジャンボ。会員番号は3442番。はい、中田陽子です。限定 DVD のプレゼントに応募したんですけど、そろそろ結果が出てる頃じゃないかと思いまして。え、外れてる。そうですか。はい、汚れてるよ。嘘。何してたの？キーホルダー落としちゃって。よいしょ。取れたよ。これ消え。違うの、それは私の趣味じゃなくて。っていうか、なんでこのまま持ってるかというと、いや、話すと長いんだけど。いいよな、俺も結構好きだよ。え？趣味合うじゃん。違うよ、これはお姉ちゃんの趣味。ああ、嫁行ってほしい鬼の姉ちゃん。最悪、小力の限定 DVD プレゼント外れたの。死ぬわ。お前、ほんと面白いな。面白くないよ。さよなら。待てよ。あ、もしもし親父？小力さんのマネージャーの近藤さんいるじゃん。ちょっと頼みたいことあるんだけどさ。うん。うん。うん。分かった。岡本陸。小力のマネージャーさんと知り合い？親父がテレビ局に勤めててさ。マジ？行くよ。え、どこに？え、どこ？あ、まず顔拭きなよ。顔？うわ、あ、ちょっと待ってよ、岡本陸！ねえ、陸ってチカと付き合ってるんじゃなかったっけ？早く。すいません、近藤さん。いやー、陸くんの彼女の頼みなら聞いてあげたいんだけど。いや、彼女じゃないです。そうです、ないです。せっかくだけど、あの DVD、もうないのよ。姉がどうしても欲しいって言ってるんです。姉は美人で、その上頭も良くて、中田真紀子って政務省でも有名な、将来有望なキャリアなんです。なんとかならないでしょうか、マネージャーさん。美人だね。ほら、これ本当に熊子の姉貴？どうかお願いします。まあ一応探してはみるけど、あんまり期待しないでね。あ、今度ライブある時呼んであげるからさ。はい、近藤です。あ、どうもどうもどうも。あ、どうも。
あなた、リクと一緒にテレビ局に行ったそうね。え？昨日リクん家に行ったらお父さんが言ってたの。あー、それはどうしても用事があって。リクに手出さないでって言ったでしょ。出してないよ。嘘つかないで。リクはシャイなの。私以外の女の子と口聞いたことなんてないのかね。ごめん、今それどころじゃないんだ。行かないと。大事なこと。本当にごめん、今コリキの DVD のことでテンパってて。コリキ？長州コリキの DVD の方が大事だっていうの？違うって、超ピンチで。バカにしない。なんでこうなるの。またビンタ。よく平成でいられるね。平成なんかじゃないよ。だけどそれどころじゃないの。今はもっと大変な危機の最中なの。三角関係でビンタされる以上の危機ってあんの？チョッキングーグーグー。ホントなんだからねえ、マジで奪っちゃえば。岡本陸やめてよ。好きなんでしょ本当は。ありえないし。動揺してるし。してないし。してるし。いつも背後霊みたいにいるのやめてよね。そっか、陽子にはジャンボがいるか。そうだった。ジャンボはただの幼なじみ。あ、岡本陸。陽子、あいつ誘ってみたら。なんで私が。だいたいあいつと関わるとろくなことなんないし。バカにしない。いいじゃん、誘ってみるくらい。ねえ、陽子話あるって。いや、ちょっと陽子、まこ、もしかして星組だ。悪い？そっちもでしょ。うん、俺はバンドの練習、ライブ近いからさ。楽器とかやっちゃうんだ。うん、一応で、何話して。別に。じゃあね。あ、そうだ、今度俺らのライブ来ない？普通私より彼女誘うもんでしょ。とぼけるんだ。だからあの子に浮気したって思われるんだよ。ん？最低。あんたもそういうやつだったんだね。浮気？熊子、今日も補習？そうだけど遅刻しちゃって。ていうかもう話しかけないでくれる？迷惑だし。おい、早く謝れよ、チカ。お前がこいつ殴ったんだから。黙ってないで謝れって。あ、もういいよそんなの。よくねえよ、クマ子。クマ子って呼ばないで。クマ子、そういうのがムカつくの。なんで、ただのあだ名だろ。なんですねえんだよ。リクちっとも分かってない。だってわけわかんねえよ。もういい、私帰る。別に悪いとか思ってないから。チカ、ちょっと待てって。あ、もしかして私のせい。早く追っかけなよ。ごめんな、クマ子。いいから追っかけなって。いいんだよ、あいつは昔からやつだから。ダメだよ、彼女なのに。え、彼女？誰の？あんたの。あいつは俺の幼馴染。え？親同士仲良くてさ、ちっちゃい頃から兄弟みたいに育ったんだ。でもあいつ中学の時いじめられて、それ以来ずっと俺にばっか頼るようになって。同じ学校だし、あいつの親に頼まれてるからわがまま聞いてやってっけど、お前にまで迷惑かけてたんだな。悪い。まさか本当に死ぬかな。僕の責任なんだ。真紀子さんは悪くない。ありえるかも。吉川さんも出そうだし。やっぱ帰ろう。私が吉川さんの新しい彼女暴いてどうすんだよ。クマ子、今日は何？あんたね。違うって、岡本君に会いに来たんじゃないから。うちのお姉ちゃんの彼氏がここに住んでるの。彼氏にお姉ちゃんが振られて、その理由がわからないから来ちゃったの。下手な言い訳。本当だって、お姉ちゃんの振られた理由が知りたかっただけ。クマ子、ちょっと来いよ。え、ちょっとリク、来いよ。リク、
何するの、リク。この子入れて。いいから来いよ。隣、お前の姉ちゃんの彼氏の部屋。うん。あれちょっと見てみ。あれって熊子の姉ちゃん、牧子じゃないの？そうだけど。吉川さん、あれ特注したんだよきっと。だけどこの子のお姉さん振られたんでしょ？でも嫌いになって振ったんじゃないんじゃないの？え？男と女ってさ、ただ好きだからとかだけじゃ済まないことってあるじゃん。そうなの？だって嫌いになった人の名前入ったもの普通取っておかないでしょ。じゃあ吉川さんはまだお姉ちゃんのことが好きってこと？ありえるんじゃない？あ、もしもし。おお、チョリス。語られちゃったよ。あいつだっていろんなこと考えてるのよ。ああ、リクったら散らかしっぱなしにして。ああ見えてリクはガード固いの。二人目なのよ。え？この部屋に入った女の子、私とあなた。だからってリクがあなたに気があるなんて思わないでね。思ってない。思うわけないじゃん。え、ちょっと一人にしないでよ。またやりますので。直樹さんと約束したのよ。チキン以外認めないからね。どうしよう。よう、熊子、何してんの？チキンが。チキン？コケコッコ。あー、お嬢さん、お待ちどうさま。鶏の胸肉 300g ジャスト315円ね。はい。はい、ご苦労様。どうも。ありがとう、助かった。ありがとう。しかしお前の姉ちゃんも人遣い荒いよな。だから笑い事じゃないって。さ、やるぞ。手伝ってやろうか。え？うわ、味薄。お酢足さなきゃ。お前姉ちゃんに命令されてやってるのにすげえ楽しそうだな。そんなことないよ、必死なんだから。なんだかんだ言ってお前の姉ちゃんもお前のこと頼りにしてるんだよな。え？頼りにしてるからいろいろ命令すんだろ。そんなんじゃないって。うん、オッケー。お前将来どうすんの？どうするって？大学とか。まだ1年だもん、全然リアルじゃないし。俺親父慶応なんだ。だから最低でも慶応行けって言われててさ。あんたなら行けんじゃない？成績いいんでしょ？そういう問題じゃなくて、親に命令されて「はい、そうですか」ってやる気になんなくてさ。レベル違うな。違わねえよ。だから姉ちゃんに命令されてこんなに楽しそうにやってるお前ってなんかすげえよな。あ、お姉ちゃんだ。リク、ここに来てるんでしょ？おう、チカ、どうした？借りてた本返そうと思って来たら、リクママがここだって。あ、明日でよかったのに。ここで何やってたの？あ、ちょうどよかった。お前も手伝えよ。え？え？
こう見えて地下料理うまいんだよ。それ私お料理大好きだし、ちっちゃい頃からやってるけど。あ、これ今公開中のやつじゃん。うん、京子から借りたんだけど、お姉ちゃんに取り上げられちゃったの。お前とことん不幸キャラだな。だから笑わないでって。映画ってさ、映画館で見るからいいんだよ。今度3人で見に行こうよ。え、りく、なんで3人なの。いや、だってそういう流れでしょ。あ、そうだ、とりあえずアドレス交換しよう。え、お前も交換しとけよ、ちか。じゃあ送って。お前最近生意気なんじゃないの。てめえふざけんじゃねえ、調子こいてんじゃねえ。そうだよ、下ばっかも見ないで上見ろって。謝れよ。ふざけんじゃねえよ。いじんだよお前みたいなやつ。おい、逃げんじゃねえよ。待ってよ、ちょっと待ってよ。何やってんだよ、お前。礼儀も知らねえのかよ。謝ることもできないのかよ。待ってんじゃねえよ。マジうぜんだよ。お前さ、こっちやべ、なんか不良です。不良、不良なんです。こっちこっちこっち、早く早く。めっちゃ食ったよ、覚えとけな。あっちです、あっち、あっち。大丈夫、あんた大丈夫なの。あの子たちに睨まれたら大変だよ。全然。え、あんなのお姉ちゃんに比べたらまだまだ。ねえ、本当におまわりさんいたの。いないよ。よく思いついたね。お姉ちゃんがそういうことするの。あ、ちかちゃんの犬かわいいね。バイトで預かってるの。あ、あんたやらない。え、私今週で塾があるからやめるの。飼い主さんに代わりの人探してって言われてるから。でもバイト代結構いいよ。そうなの。あ、ちょうどよかった、あの人が飼い主さん。あ、そう。あ、エリザベスちゃん、おかえりなさい。どうだった、お散歩楽しかったでしょ。おばさん、この子がもしかしたらペットシッターのバイトしたいかもって。まだ。よろしくね。1回3000円で週に3回ぐらいお願いしたいのよね。ね、うん。どうだった、落ち着いた。3000円の3回。どうもご苦労様です。はい、新しい子になります。ありがとうございます。ありがとうございました。大熊子、チカとバイト変わったって。うん、俺も一緒に散歩行こっかな。え、によしよしよし、一緒に行こう散歩。お手、お手。ちょ、どこ行くの。待って、どこ行くの。え、お、ちょっと、ちょっと、どこ行くのよ。やべ、あれ、ほら。まったく、もうあんたといるとろくなことないんだから。悪かったよ、マジ悪病神。うるせえな。ありがとう。やまねえな。あのさ、この前チカのこと助けてくれたんだってな。ああ、チカのやつちゃんと礼とか言うタイプじゃないから言ってないかもしれないけど、すげえ感謝してた。別に何もしてないけど。お前のこと見直したって言ってたよ。うわあ、落ちた、あっちに落ちた、落ちた。大丈夫だよ、座れよ。あんた平気なの。
ふまこの姉ちゃんとどっちが怖いよ。あのさ、雷ってのは雲を作ってる氷の粒が激しくぶつかって、その静電気が放電して光ったり鳴ったりしてるだけなんだよ。だから大丈夫、怖くないって。大丈夫。今月のね、最悪。私も全然いけてね。陽子もう見た？興味ない。それより宿題。陽子羊座でしょ。お羊座ね。うわ、やばくね。秘密の恋叶うだって。やばい、きっと岡本陸のことだよ。ねえ、僕のも見て。乙女座。どうなったの岡本陸とは。だって大丈夫。陽子絶対なんかあったっしょ。なんもないよ、全然なんもない。乙女座、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 乙女座。冷たいものでもどうぞ。 ありがとうございます。いただきます。やっぱり女の子がうちにいるといいわね。私まで若返った気がするもの。いつもお綺麗ですね、陽子ママ。そう？ありがとう。はい、陽子パパと陽子ママっていつどこで出会ったんですか？当時おじさんは大学生のバイト、おばさんは大手出版社の社長令嬢。そんで月刊文芸未来って。あの文芸未来社の？すげえ。プロポーズされたの、出会ったその日に。その日に？あなたのためなら僕は死んでもいいって言ってくれたの。もし一緒になれないなら自分その覚悟ありますって。うざくなかったんですか？ちっとも。ああ、この人本気なんだわって気持ちが伝わってきたから。ああ見えてもお父さんハート泥棒だったのよ。それでね、初めてのデートの日、お父さんたらすっごく緊張して上がりすぎて街中で倒れちゃったの。そしたら見物人がどんどん集まってきて鼻血が止まらなくて、五郎さん五郎さんってね、体さすったの。そしたらね、五郎さん目をパチッ。もういつこうなんだから。あ、うっす。ちょっと。ん？今日はクマ子って呼ばないんだね。ああ忘れてた。そんなの忘れる？あんた今日変だよ。どっか悪いの？別に。あのさ。何？やっぱいい。じゃあな。もしもし？もしもし？何？話したいことって。あなた、リクからまだ何も聞いてないの？うん。リク、転校しちゃうかも。え？お父さんが転勤で東京離れるって。リクにも高校卒業までは一緒に来いって言ってるみたい。でも嫌ならリクママと一緒にこっちに残ってもいいって。だからリク今すごく悩んでる。チカちゃん、なんでそんなこと私に？私が頼んでもあいつ残らないと思う。でも
あなたが行くなって言ったら、あいつ、お前名前まで変わってんだな、熊子。あなたが行くなって言ったら、あいつ。やっぱマジ笑えるよな。相変わらずすげえなお前の姉ちゃん。もう笑い事じゃないんだってば。もしうちに2世帯の落ちたってお姉ちゃん戻ってきたらヤバすぎ。そうかな。そうだよ、絶対また召使いみたいにこき使われるに決まってんじゃん。あるよ抜けられる方法。え、お前も結婚すれば家抜けられんじゃん。ああだろ。なんだそうだよね。そっかそっか、結婚か。ところでさ、あんたの話って何？話っていうかお前こそ何？私？元気とかメールなんか。ああ、あれは。でも、あなたが行くなって言ったら、あいつ。あんたが元気ないなって思ったの。この前も何か言おうとしてやめちゃうし。人生って自分の思い通りにはいかないもんだなって思ってさ。そしたらちょっとだけお前の顔見たくなってさ。え？俺さ、俺本当は妹はこの時初めて姉のこと以外で心臓が激しく波打つものだと知りました。行かないで。あれ、私なんて言ったの。波。わかった。彼氏にはなれないが、すみません。得られる。僕に会うため、僕の力になるために、残りの寿命を半分にした君の目が武器になる。ありがとう。好きになってもらえるよ。頑張る。本当に？行かないでってあんな言い方じゃダメだよ。え？リクに転校しないでって意味だったんでしょ？あなたが行くなって言ったら、あいつ。違う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 。あんな映画見てる最中に意味ないじゃん。違うの、私夢見ちゃって。いい加減にして。私マジなのにあなたって。そんなこと言われたって。あなた陸のこと全然分かってない。てか鈍感。
悔しいからあなたには黙っていいよって思ったけど、リクはあなたのことが好きなのよ。え？マジムカつく。頼んだからね。あれ、チカはどうした？あ、その先帰るって。そっか、行くぞ。さあ、なんだよ。いや、またチカに何か言われたの？あ、うん。あ、そうだ、あんた転校するんだって。なんだよ。いや、まだ決めてないけど、うん、どうしようかなと思っててさ。大阪だっけ？うん、大阪ってさ、髪型っていうの、お笑いすげえじゃん。もしかしてあんたこれ目指してんの？いや、目指してはないけど。でもすげえ楽しみでさ。へえ。行ってみたいと思ってたんだよね。好きなバンドもライブやってるし。そう、バンド。おうよ。はっ、楽しそうやん。まあな。陽子、あんた真希子様のこと心配してるけど、うちらからしたら陽子の方がよっぽど心配だよ。何が？真希子様は今の旦那様がいなくなっても他の男がほっとかないけど、陽子は岡本行かないと後悔すんじゃね？どういう意味よ。あんなみんなの憧れの的が陽子に興味持つなんて奇跡じゃん。これ逃したら一生ないよ。妹は混乱していました。姉の結婚がうまくいってないんじゃないかという心配で頭がいっぱいなのに、心をかき乱されることが起きたのです。リクはあなたのことが好きなのよ。よう、熊子。よ。大阪行く日が決まったんだ。え？来週。嘘。まだ決めてないって言ってたじゃん。お前、この前興味なさそうだったから。え？どうでもよさそうだったじゃん。そんなことないよ。だってこんな早く、っていうか私今お姉ちゃんのこととかで頭ぐちゃぐちゃなの。そういう時にあんたのことまで、なんかもう分かんないし。お前何言ってんの。もうほっといてよ。
なんだよそれ。わかったよ。これで俺も悩みが減ったわ。じゃあな、くまこ。地獄だよ。そうだよね。学校始まっちゃってかなりブルー。言えてる。そうじゃなくて。ねえ、お姉ちゃんとうとう戻ってきたって。なんで知ってるの？親がお姉ちゃんが新聞取り入れてるの見たって言ってた。あんた親に余計なこと言ってないでしょうね。言ってないよ。戻ってきたって、まさか別居？あんだけ大騒ぎして結婚したのに。マキコ様の旦那さん素敵な人だったんじゃないの？うちのいとこも離婚したんだけどさ、バツイチになった途端前よりバッちゃったよ。もう大変。あ、岡本陸。じゃあ頑張れ。頑張ってね。今陽子見たんじゃね？見たし。違うよ、やっぱ岡本転校だって。今日最後の挨拶ってやつ。陽子的にはこのまま本当に別れていいの？もうほっといてよ。これで俺も悩みが減ったわ。じゃあな、くまこ。ねえ陽子、岡本待ってれば。え、もうじれったいな。お、岡本からか。これはお姉ちゃん。はい、もしもし。あんた今息してないっしょ？本当だ、息止めてました。くまこのどこが好きなの？え、好きだから会いに来たんでしょ？また息してないっしょ？あのまっすぐなところが悪魔のお姉ちゃんのために。あ、すいません。私が何？悪魔って言った？あ、いえ、お姉ちゃんのお手伝いをする一生懸命な姿が、っていうかいつも何でも一直線なところが。お茶どうぞ。好きなんだ。はい。あ、いや、そのん、いや、なんていうか。あんた知ってる、陽子相撲部だったのよ。え、熊野井が描いたパンツ履いてるの。それにさ、お風呂の中でおならで歌歌うのよ。うーた、ブブブブブブ、アビバビバ、ブブブブブブ。悪魔の姉は妹の恋路の邪魔をしていたのです。直樹さん、私さっきも言いましたけど、お姉ちゃんは今ホームシックの最中なんです。ホームシックなんですよ。アビバビブブブブ。直樹さんもあると思うんですけど、きっとお姉ちゃんは大好きな伝えられた。ちょっと何かもう毎日一緒になるかな。ダメだこりゃ。そういえば日曜日は配管工事で4時に立ち会いお願いしますって。よかったじゃん、くまこ、ちょうど休みだし。やだよ私は。うん、私もお姉ちゃんの言うことは聞かないの、決めた。お姉ちゃんのためにと思って頑張ってきたけど全然意味ないし、虚しすぎ。いいのね、それで。何か岡本で行く。来週引っ越しなんだって。なんで、どういうこと？
ね。行きます行きます。それで？それで来たのよあの子。このうちに今日まさかお姉ちゃん変なこと言ったりした？あの子いい子ね。おいしょ。おやすみ。ちょっと待ってよ。この悪魔の姉が何もしないはずもなく、妹はどうしてよいのかますますわからなくなってしまったのです。それじゃあよろしくお願いします。はい。陽子どうなのよ。え、好きって一言言えば済むんだから。何のことよ。岡本、もうその名前は出さないで。何かあった？ねえ陽子ちゃん、とうとう告白したの？まさか。お姉ちゃん絶対私の悪口言ったに決まってるから、もう顔合わせられないし。ねえ、この前のさ、日テレのほら、おぐちゃんのさ、司会やってる。どういうことよ。それそれそれ、今度高校生大会だって。いいね。あの嫁姑特集は超怖かった。オークションに出してやりたいわーだって。見た見た、あれすっごい鬼姑。あれ、ゆうこちゃんお疲れ。別に。どうしたのみんなで。お家の人は出かけてるけど。よかった。何？陽子ちゃん、小倉純に力を借りて岡本に告白するんだよ。え？岡本には2人ビデオに行ってあるから。そんなの無理、絶対に無理。陽子ちゃん、このままじゃ後悔するよ。え？この携帯に電話がかかってくるから頑張ってね。マジ？あ、大丈夫大丈夫、頑張って。じゃあもう。ヨコちゃん、オッケー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 。よし、オグジュンよろしく。はい、お待たせいたしました。オグジュンのスッキリしちゃったコーナー。あ、お姉ちゃん。いや、ジャンボ久しぶり。久しぶり。マキコ様。始まる始まる。最初の方は横浜のヨウコさんでいらっしゃいまして、リク君へのメッセージがあるということなんですね。電話出てくれるかな。もしもし。あ、もしもし、陽子さん、こんにちは。こんにちは。あ、はいはいはい。転校していく陸くんにどうしても伝えたいことがあるんですね。はい。熊子、思い出したよ。もしもし、陽子さん。はい。熊子。はい。あの店、フォアグラのテリーヌなかったわよ。え？なんで？あんたはちゃんとやらないのよ。やれない、できない、言い訳する暇があったら諦めないで、一度やるって決めたことに向かって一生懸命頑張りなさい。お姉ちゃん、
まったく、あんたは本当に中途半端。お姉ちゃん、中途半端じゃ時空は超えられないのよ。100% の意志と情熱、それが現実を動かすのよ。覚えてなさいよ、クマ子。もしもし、陽子さん。すみませんでした。気を取り直して、さあ続いての高校生です。おっと、ここで CM です。チカちゃん、今リク出ちゃったよ。まだ間に合うから。あんた本当にこれでいいの？そんなこと言われても。これじゃ私が譲った意味ないじゃん。チカちゃん、ごめんください。あ、おじさまたち、どうぞ。皆様いらっしゃる？はい、今日はね、大切な話があってお邪魔したんだ。じゃあ要はそれだけだから。チカちゃん、すみません、あの、少々お待ちください。今姉に伝えてまいりますので。お姉ちゃん、お父さん、お母さん、どうぞどうぞどうぞ。おじさまたち、もう こちらです。陽子、早く行きなさい。え、間に合わないわよ。欲しいものは欲しいとはっきり言わないと手に入らないわよ。お姉ちゃん、行きなさい。その時妹は知ったのです。どんなに不満があったとしても、どれほど悪口を連ねても、一生姉との絆は切れないということを。だけど他人との絆は簡単に切れてしまう。一度繋いだ手は繋ぎ続ける必要がある。だから心の中の言葉はしまっておいてはいけないということを。乗りなよ。うん。
マコ。じゃあな。熊子、俺も。